ラーメンバカマンで、いや、おお、すごい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 、おお、運動会してる、すごいすごいすごい、見えるかな、はい、白黒の新入生やった。ウェルカムトゥ沖縄、メンソーレ沖縄、ハイサイハイサイハイサイグス幼虫がらびら。いやー、今日は朝から久しぶりにいい天気で、もう青空が広がって、いやー、ほんと久しぶりです。ここのとこですね、沖縄も寒くて、昨日で夜14度、その前は11度10度、体感気温は10度を下回るぐらい、寒かったですね。ということで、さすがに10度を下回るとヤギたちも寒いだろうなと思って、寒さ対策をしたりとか、雨が降って、雨が降っても大丈夫なようにとか、そんな感じで焼き小屋を作って、ここもう投稿何日間ぐらい投稿してないでしょうかね、10日ぐらい投稿してなかったのは、いろんな準備をして毎日バタバタして、本当もう可愛いヤギたちの写真を撮るのに精一杯、動画を撮るぐらいの、動画を撮って編集するぐらいのエネルギーが残ってなくて、やっと、今日から少し環境も変わったので、ヤギの山学校を紹介したいと思います。お腹すいた人ねえ、しーちゃん、ヨーモーバンビーバンビーって言ったらみんなで返事する、バンビーみんなバンビーになってます。もう一番私が呼ぶのがバンビーが多いので、なんかハイサーアイという感覚だと思うんですけどね。じゃあ、これからちょっとヤギの山学校、この10日間でだいぶ変わりましたので、メンバーも新入生も入ってきてだいぶ変わりましたので紹介したいと思います。増えましたので紹介したいと思います。ここがヤギ小屋、ここヤギ小屋を作るのに、作って、そしたらテインオーバーになりましてね、それで急遽クラス、テインオーバーもあるし、クラス分けもあるし、あと来月出産予定を控えてるヤギたちもいるので、ちょっと早く分けようと、そういう準備でバタバタしておりました。今日の沖縄夕方ですが、もうこんな青空が広がってます。雲を探すのが難しいぐらい、あったあった、こんないい天気が続いてます。で、チビヤギたちちょっと紹介、後で紹介しますけど、もう最近もう、日賀さんが明日の分まで草を刈ってくれて、まだあるよって草っていうか木ですね、今日はこの、木の葉をあげないでちょっと乾燥させて、今日朝からずっと乾燥させて干しているんですけどね、明日与えようと思います。今日は、木の葉をたくさんあげたので、干し草に与えようと思います。ここに、砂利をバラスを引いたりですね、この下もちょっとヤギたちの、ヤギ小屋を作りました。2階からヤギの様子も見ることができます。ここ、2日間忙しかったのはここですね、ここは犬とヤギたちが一緒に遊べるように、作りました。しーちゃん、ヨーモーヨーモー黒ヤギさん、白ヤギさん見えますか？はい、こっちがちょっと大きなヤギたち。バンビー一番返事が大きいバンビー。ではこれから、撮影しながら、夜ご飯を与えようと思います。で、なぜ
ここちょっと運動場というか広場を作ったかというとですね、今までは全部放牧させると、そのまま部屋にヤギ小屋に入れればよかったんですけど、今4クラスに分けているので、一旦ここに集めてからじゃないとクラス分けが難しいのでね、あとまた、新入生はその環境に慣れてないっていうのもあるし、まあだいぶ私に懐いてはいますけどね、ここにいるヤギたちみたいにスムーズには誘導コントロールができないヤギたちもいるんで、一応こうやって、あとは相性とか仲良くヤギたちの、新しくヤギを連れてきた時とかですね、相性とか、そういう健康状態を 見るのもすごくいいですね。じゃあこれから下に降りていきたいと思います。ここは、おとといまで、チビヤギたちをここで、夜はここが一番一応寒くもなくて、全部、寒さ対策してここに、入れてました。今日からまたもうちょっとか場所を変えるんですけどね。それと本当に寒かったので、ヤギと一緒に何日ぐらい寝たんだろう。夜は、ヤギと一緒に夜、2階で犬も一緒に、寝ました。おかげさまですごい懐いたのと、あとヤギの観察するのにすごくいい、経験体験ができました。もう本当に、おいおい、ヤギの習性じゃないですけどね、紹介していきたいなと思います。新たな発見が、一緒に寝てみたらよく分かりました。いろんな大変もありますし、感動もたくさんありました。ここはまたもう少し綺麗に今度作り直したいと思います。今日はちょっと、散らかってる状態、掃除もしてない状態なんで、ここはしばらく使わないので、もう一回、リフォームしたいと思います。でこっちはもう雨降っても、上は天井なので、雨降ってもちょっとトレーニングしたりとか遊んだりする場所として、使おうと思います。待てよ、ご飯待っとけよ、もう準備できてるから待っとけよ、撮影終わったらやるからね。あ、トム君はリードしてるのはもう悪さばっかりするから、今日はバツリードしてます。あとは新人さんもいるんで、あまり喧嘩しないようにですね。あ、姫ちゃんがおめでとうしてます。 あっちゃんも、愛ちゃんもおめでとうしてます。初紹介、 YouTube で初紹介、トカラヤギの名前まだつけてません、喧嘩が小さいけど喧嘩が強いので、チューバーって名前つけましょうかね。わかるかな、沖縄の人だったらわかると思うんですけどね。はい、ここが私をヤギにますます夢中にしてくれる、ヨモちゃん、ヨモちゃん、はい、シーちゃん、ヨモちゃん、ヨモちゃん、シーちゃん、はい、行くよ、はい、カモン、カモン、はい、カモン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 、こっちだよ。はい、こっち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 、はい、こっちだよ、こっち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 、待っといてよ。ご飯するから待っといてよ。待っといてよ。もう少ししたら散歩しようね。はい、カモン、かわいいでしょ、新入生です。白黒の新入生、やっと唇同士仲良くなってくれました。はい、カモン。で、ここもあんまりちょっと紹介して、ちょっと散らかってますけどね、掃除してないんで、ここもヤギ小屋、ここちょっと場所移動しないといけないかな。ちょっとこんな感じです。下にうんちが落ちるように、こんな感じ。ここの定員は一応8匹ぐらい、が定員予定なんで、ちょっと場所を増やしました。あ、そこですね。ここは日中ちびちゃんたちが、遊ぶ場所と、ここも遊ぶ場所にしてますね。もうスモも
桃の花が咲いてます。沖縄はもう桜は散ってしまいました。花は散るがゆえに美しい、別れもまた再会があるゆえに素晴らしい、なんちゃって。でここが今はあそこはちょっと、おめでたチームを中心にクラス分けしています。ここはチビたちが、昼間、あもうちょっとここ作ったんで、おおすごい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 、運動会してる、すごいすごいすごい、見えるかな。今までここで昼間遊ばせてました。ここはバンビーたち、バンビーたちの、クラスです。ここからずっとぐるっとあそこまで、遊べるようにしてます。ドアは開けっぱなしですなんか運動会してますね、チビ同士運動会してますね。しーちゃん、みよもカモン、はい、チューバーもカモン、はい、カモン、はい、カモン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 、はい、カモン、カモン、カチ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 、カモン、すげえすげえすげえ、はい、カモン、カモン、よも、よも、はい、カモン。さあ、あと、そしてここは、犬たちも、犬たちの、本当は犬たちの遊び場として作ったんですけどね、早速、ヤギたち、ヤギたちが占領してしまいました。じゃあご飯にするから待っといてね。じゃあ今度、上級生のクラスに行きたいと思います。あとヤギの可愛い動き仕草をですね、だいぶ配信でもちょっと、紹介したいなと思って、ウェブカメラとか、あとビーッとこの放牧してる時なんか、ドローンも飛ばしてですね、ヤギの観察紹介していきたいなと思ってます。だいぶこの辺りも、ユンボで整地して、新しい新芽が出るように、もう準備してます。第1、第2、第3ぐらい準備してます。はい、最近本当に雨が降ったり天気が悪かったり寒かったり、したので放牧ほとんどしてませんでしたけどね、本当に本当に放牧してませんでしたね。バンビー、バンビー、バンビーです。人気者のバンビーです。ゆきちゃんです。おジョイナーです。はい、ご飯にするね、ご飯、ご飯にする、や待っててよ。さあこれから食事を与えたいと思います。お腹空いたいと、はいこっちだよ、はいこっち、はいこっち、こっちだ、カモン、バンビーもカモン、バンビーカモン、バンビーカモン、バンビーカモン、はい、バンビー、はい、お手、はい、バンビー、お手、はい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 、お手、お手、はい、お手、はい、お手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 、さあ、これから食事の時間です。食事の時間にしたいと思います。